こんにちは、レイカクリエイターです。今日はですね、コカ・コーラのロゴを使って簡単にレトロな雰囲気のコカ・コーラの缶を描いていきます。簡単に描けますので、ぜひ一緒に描いていきましょう。それでは始めていきたいと思います。今日はこちらの缶をイメージして描いていくんですけれども、コカ・コーラの文字はこの缶のコカ・コーラっていう文字を使っていければなと思います。 iPad で写真を画像を撮っていくんですけれども、コカ・コーラでもこういった透過したようなものもあるんですけれども、もしかしたら文字が取りづらいかもしれないので、今日はこっちの赤い缶を使ってやっていければと思います。じゃあそれでは早速先ほど撮った画像を配置していきたいと思います。こちらの追加写真を挿入、先ほどの写真を選んで配置しておきます。この時描きたい画像のサイズぐらいに拡大しておくといいと思います。このぐらいで描いていこうかなと思います。拡大したらコカ・コーラのロゴを撮っていきたいと思います。ここの自動を選びます。で、自動を選んで指をこのように右の方に動かしていただくと分かるんですけれども、選択部分の色位置っていうのがどんどん上がって40、80といくんですけれども、今回はコカ・コーラのロゴだけ撮りたいので、逆に左にずらして色位置を 10% ぐらいにしておきます。そうすると狭い範囲だけ選んでいくことができます。こうタップして自動選択プラスになっているので、このようにタップするとどん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 追加して選択していくことができます。このように選択したところは色が変わってきます。こういう感じですね。こことこうと、はい、今度はこことこのような感じで欲しいところを選択していきます。このような感じにすると選べたんじゃないかなと思います。コカ・コーラのこのロゴだけ選択できたので、ここのコピー&ペーストとすると、このレイヤーの上に今のロゴだけ選ばれた状態になります。このロゴを使って、コカ・コーラの缶を描いていきたいと思います。ではもう一度画像をつけて、今度はここのコカ・コーラの赤色を取っていきたいので、ここですね、四角いところを押して、このように色が選べる設定にしています。こちらはですね、ここの環境設定、ジェスチャーコントロール、スポイト、四角プラスアップルペンシル、ここをオンにすると今のような設定 にすることができます。ここで四角を押して、結構薄い色よりも濃いめの赤色がいいかなと思うので、この色で、色を塗っていければなと思います。缶の上に新規レイを追加して、ここですね、この長方形ツールを使って外側ぐらいからこのように缶のサイズに合わせて長方形を作っておきます。そうすると画像を隠すと、この四角いところにだけ色を塗れるようになっています。で、先ほど選んだ赤を使って、今日の使うブラシは中小のスティックマン、こちらを使っていきます。前回の動画ではずっとストームベイの紹介をしてたんですけれども、この上のスティックマンを使ってちょっとレトロな雰囲気を出していきたいかなと思います。で、色は 100% ぐらいでもいいんですけれども、ちょっとレトロな雰囲気出したいので、若干不透明度は下げてみようと思います。ブラシサイズをそれではですね、 20% ぐらいにして、不透明度 70% ぐらいにして、上から下にバーッと塗っていければなと思います。こんな感じですね、塗っていきます。そうするとこのスティックマンの特徴なんですけれども、自然に白っぽい感じのこう透けた感じも出てくるので、ちょっとこうレトロな雰囲気を出せるかなと思います。ですね、選択を解除して、今度はロゴの白い色を塗っていきたいと思います。ロゴのレイヤー選択として、上に新規レイを追加します。で、ロゴは隠すんですけれども、もうロゴの形で色を塗ることができるので、ここで白にして、同じスティックマンブラシでこのように色を塗っていくと、このようにコカ・コーラの白色がこう塗ることができます。色が塗れましたら、この缶の形をちょっと丸みをつけていきたいと思います。こう見るとですね、こう上の方が膨らんで下の方も膨らんでいるので、ちょっと丸みをつけていければなと思います。赤い長方形のレイヤーを選んで、白矢印のワープを選んで、上の方を少しこう上に持ち上げて丸みをつけて、
今度は下の方もちょっとこうずらして丸みをつけていければなと思います。このぐらいにしておこうかなと思います。はい、じゃあ白矢印で解除して、今度はスチール感のちょっと銀色っぽい色を追加していければなと思うので、新規レイヤーを追加してこの赤い下に持ってきます。で、今白が選ばれている状態なので、ちょっとずらしてグレーっぽい色にして、若干ですね、ちょっとグレーっぽい色にして、同じスティックマンで 4% ぐらいにしとこうと思います。不透明度上に上げちゃいますね。 100% にして、ここをちょっとスチールの銀色が出るような感じでちょっとずっと縁をなぞっておきます。ちょっと時間そのままタップしておくとピッと綺麗な曲線になるので、このような感じでやっとこうかなと思います。ちょっと足りない分は少し付け足していいかもしれないですね。ちょっとはみ出た部分は消しゴムツールで少しこう消しておいてもいいかもしれないです。こんな感じですね。同じような要領で、同じ 4% で、下の方もこのような感じでギューッとやって、そのままタップするとキュッと綺麗な線になるので、このような感じで調整していければなと思います。こんな感じですね。はい、で下はもう少し出てるんですよね。もうちょっと出てるので、ブラシサイズを 7% ぐらいにして、ちょっと太く下の方にもうちょっとつけとこうかなと思います。こんな感じにしておきますね。消しゴムツールでちょっとこう少し削っとこうかなと思います。はい、このような感じですね。こういう風にしとこうかなと思います。はい、ちょっとこう見るとコカ・コーラで少しタブがここ出てるので、ここの上のタブもこのまま描いていければなと思うので、同じスティックマンブラシでブラシサイズ 2% ぐらいに下げて、ちょっとこのままちょっとグレーっぽい色をタブの少しこう出たような雰囲気も出せるといいかなと思います。こんな感じですね。はい、描きました。ちょっと缶がこう見るとですね、ここへこんでるんですね。ちょっとへこんでるので、この雰囲気を出せたらなと思うので、これで OK なようでしたら、この元のロゴを下に持ってきて、この3つをグループ化してちょっと一度取っときますね。複製して隠して取っときます。で、このグループをフラット化して1枚のレイヤーにして、ここですね、この歪みプッシュ、ここを使っていきます。だいたい 30% ぐらいにして、このところをちょっとプッシュしてへこませていきます。こういうふうに押すとプッシュできる、プッシュして変形していくんですね。こういう感じでへこませたいところをプッシュすると、こういうふうに歪ませていけるので、この歪みのところを作っていければなと思います。このぐらいにしとこうかなと思います。はい、ちょっとなだらかかな、ちょっとなだらかなので、ちょっとこういう感じでやって、で下の方もちょっとこう少しへこんでるので、ちょっとこういう感じで、こんな感じで少し中の方に入れる感じで、ちょっとへこみをつけておけばなと思います。はい、このぐらいしとこうかなと思います。はい、ここのコカ・コーラの赤い色をちょっと色味少し暗いので、少し明るくしようかなと思うので、この色相サイド明るさで、ここですね、明るさをこう明るくするとピンクっぽくなりますし、サイドを開けるともうちょっとサイドが上がったような鮮やかになってくるので、ここら辺でちょっと明るい色にしようかなと思います。ここの色相ですとこうちょっと色が変わってくるんですね。こんな感じで、なのでお好みで色を変えてっていただければなと思うんですけれども、で今回はこのぐらいにしとこうかな。今ですね、サイド 71% の明るさ 53% にしてみました。このぐらいでしとこうかなと思います。で、ちょっとですね、シャドウをつけていければなと思うので、これですね、今のコカ・コーラのレイヤー選択して上に新規レイヤーを追加して、
先ほどコカ・コーラの赤を選んだよりも若干ちょっと暗めの色を選んで、同じスティックマンで不透明度を 37% ぐらいまで下げて、ブラシサイズ 20% ぐらいにして、ちょっとこうサイドの方のところに若干ちょっとシャドウを入れていければなと思います。ちょっとこっち側と、そうですね、下の方にもちょっと入れて、こんな感じで入れていければなと思います。こんな感じですね、はい、こんな感じかな。今ここの下のレイヤー外すと、今こんな感じでシャドウが入ってます。好みな感じぐらいまで入れられてもいいかなと思います。ちょっとこんな感じで少し下げて、ずっと入れておこうかなと思いますね。はい、このぐらいにしとこうかなと思います。はい、ちょっとここの下も下へ結合してシャドウと重ねてしまって、ちょっとここも少し整えておこうかなと思うので、消しゴムツールでスタジオペンにしてますね、消しゴムツールでちょっとここら辺をガビガビしてるところを若干ちょっと、少しもしはみ出たところがあったら少しこう整えとこうかなと思いますね。こんな感じで少し滑らかにしとこうかなと思います。若干ですね、少しちょっと丸みを持たせました。このぐらいしとこうかなと思います。ちょっとここの選択でちょっと追加でここシャドウちょっとここに少しここに少し入れとこうかなと思いますね。この辺にもちょっと上にも追加しました。はい、こんな感じで、仕上げてみました。いかがでしょうか。結構簡単に、レトロな雰囲気でコカ・コーラの缶をかけたと思います。簡単に描けますので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。本日はご視聴いただきありがとうございました。